まあ、またね、前に言ったお話もしたんですけど、百貨店行った時に、よく、お話しする、なんていうのか、お店が別の人がいたんですよね。で、年配の人で。あ、売り場の違う、よく売り場喋のるお違ばあう、様がいたと。そうですね。で、私の話もよく聞いてくれるし、お互い話してるようなね、人たちが、たくさんいるけど、まあ、二人いたんですけど、その人が、ちょっと混んでる日に、なんていうか、デパートの動線のところにね、いたから、人混みの中にいたから、ちょっと話したんですよね、いつも通り。で、何こんなところまで来てて、売り場離れてるから、こっちまで来てるから、何しに来たのかなと思って、あ、どうしたんですかとか言って話してたら、まあ、世間話してる時に、世間話してたんですけど、その時は別に普通に、もう体調悪くって、とか、疲れますね、とか、違う、お互いにちょっとそういう、話をしてただけなんですよ。で、話が終わって、そう。で、その日は、ちょっとね、優待って言って、ちょっと、お安くなる日だから混んでるんですよ。で、人がいっぱいいるし、もうじゃあね、みたいな感じで。で、別れて、私は自分の店に戻って、しばらく経ってたと思うんですよ。何時間か経ってたら、またその人が、私の方の売り場に来るんですね。で、来たから、さっき会ったし、と思ったから、さっきはどうも、みたいな感じで言ったら、そこからしてちょっと、って感じだったんですけど、表情が、え、何？みたいな感じだったんですよ。あ、さっき喋ったのになと思って、あれ、まあいいやと思って、で、あ、なんですかとか言ったら、ちょっと今までにないような注文の仕方をしたんですよ。これ何個かあるかしらみたいな、結構数が多かったから、あ、ちょっとね、今すぐは用意できないんですよって言って、ちょっとね、注文になっちゃう。なっちゃうし、一週間かかっちゃうかなとか話してた時に、ちょっと目を見てたんですけど、背が低い人なので、私より低いね、153センチなんで、それよりちょっと低めなんですけど、その人の目が、瞳孔の部分が縦だったんですよね。あれ？と思って、人の目って見た時に違和感そんな感じないと思うんですけど、見た時に縦だから、あれ？と思って、で、しかもちょっとなんかこう猫、本当に猫の目みたいな感じだったんですよ。で、わお、と思って、で、それが思ったのが数秒で本当5秒ぐらいだったと思うんですよ。で、あんまり見ちゃいけないと思って、ちょっと下向いて作業してるふりして、ああ、やっぱりそうですね、とか資料見てるふりして、いや、ちょっともう一回見てみようと思って、パッて顔上げて、目を見たら、やっぱり縦なんですよ。それで、縦、いや、で、まちょっずいと待って、と。昼間の猫ちゃんの目みたいにキューってなっちゃってるってことですよね。わお。そうですね。よく見る猫の目でいすよわね。ゆる猫の目。わおはわで、その人猫飼ってるから、それ関係ないと思うんですけど、でも、あれ？と思って、ええー？と思って、で、なんか2回見た、確認したから、おかしいなと思ったけど、あんまりそこ触れちゃいけないのかなと思って、私下向いて、ちょっと目をそらして、で、とにかくそういう話した時に、私さっきの、具合悪くて嫌になっちゃいますよ、みたいな話をまたしたんですよ。で、さっき話したけどって言ったら、さっきなんのか、話題をもう一度振ったんですね。話題をね、また振ったんですよ。そしたら、聞いてなかったみたいな顔されて、なんかね、ええみたい何なの顔されちゃ話っみたいなて、顔されたんででもす何のね。話みたいな感じで、でもなんか向こうは、なんか慌ててじゃないけど、ああ、あれね、みたいな感じで、合わせてくれた感じがして、え、さっき話したよね、私、と思って、考えちゃったぐらいで、さっきはこの人だったよね、と思って。で、いや、おかしいなと思って、で、とにかく、あ、それならいいんだよ、じゃあね、みたいな感じで帰っていっちゃったんですね。で、と思って、私、いつも検証しないんですけど、すぐに売り場の人を呼んで、同じね、売り場の子を呼んで、ちょっとって言って、で、同じ場所に、すぐですよ、すぐ、同じ場所に、その人の目線になってもらって、ちょっと下がってもらって、で、ちょっとここ立ってみてって言って、立ってもらって、で、目をじーっと見たんだけど、縦にはやっぱり見えないんですよ。だから、へえと思って、で、その人とも、そのさっき話した人ともよく話すわけで、話してる時に縦になったらさすがに気づくんじゃないですか。だけど、今までないから、で、その光の光線でもないってことが分かったので、ええー、と思って、ちょっとその子に、その人に話はしたけど、何ですかそれみたいな感じになっちゃって。猫の目でさ、みたいなこと言っても、ああみたいな感じになっちゃうんで、あんまり話できなくて。わあ、化け猫おばさんみたいになってたんだ。あ、そうなんですよ。だから、でも、私も変なこと考えて、猫飼ってるからかなとか 関係ないかとか、いろいろ考えちゃって、
だから今のコロロさんもそうだと思うんですけど、話してるといろんなことを思い出すんですけど、うんうんうん、もう一人名前が一緒の同じ背ぐらいのタイプの違うおばちゃんがいたんですよ、その人も違う店の人なんですけど、うん、その人もその時いたんだ。それで、うん、その人もやっぱり同じような感じで、うん、あの動線で話した後にやっぱり来たんだ、うん、店に。その人もね、立てた。その人は動線の時立てたんだ。動線で話した時に立てた。いや、別の人、別の人なんですよ。うんうんうん、別の、名前が一緒の別の人なんです。別の人が最初、あの、早い、もう最初の時間あった時に立て目になってて、うん、同じ日ですね、うん、同じ日、うん、同じ日です。だから2人同じ名前 の、 あの年も近いおばちゃんがいるんですけど、何ですかね、もう、うんうん、おばちゃんに乗り移りたい猫の、うん、あ、猫お化け、あ、猫宇宙人、猫型宇宙人が次々同じぐらいの背の同じぐらいの熟女に乗り移ってみたいな。そうで、心配して、体の心配してくれたんですよ。大丈夫？あんた無理しないでね。うん、あ、でも無理してたからこそ具合が悪かったのかな。あ、そんなことないか。具合が悪いから。あ、いや、具合は悪くない。あ、具合は、あ、そうか、そうか。あ、あの、具合は、ごめんなさい。そうか、そうか。話は、ごめんなさいね。下手で。あの、私の具合は、普段から、ちょっと仕事しすぎて悪かったんですよ。うん、そう、うん。それで、それを、愚痴を言ってたんですよ。うん。うんうんうん、愚痴を二人に話してたんですね。あ、そうか、そうか、そうか。別の時間で。そうそう。そしたら、その時はね、あの、うん、あ、大変ね、とか言ってくれたんだけど、うん、だからなんかちょっと入り組んでるんですよ。その二人が絡んじゃってるから、時間が。うん、時間をずらして、二人にその猫目が出現したってことですね。うん。まあ、そういうことですね、うん。そうです。ありがとうございます。はい。あ、いえいえ。で、その後は、猫目は、あの、治っちゃったんですね、二、うん、人とも。あ、だからそうです。だからその後に、やっぱり話全然するじゃないですか、いるから。うんうん、それで、あの時なぁと思って、チラッと見るんだけど、うん、あの、同じね、あの、同じ、やっぱ構成のところじゃないけれども、あの、うん、やっぱちょっと目をこうやって見るんだけど、おかしいってことはなかったんですよ。やっぱり縦ではなかったんですよ。だから、うん、そうなってはいない。うん、もう、二度と。なってはね、その日、そうですね、その日に喋ったわけじゃないけど、その後に何回も喋ってるけど、うん、その日、日の立て目じゃなかったですね。ああ、うん、もうじゃあ、あれは何、あの日だけだったんだ。うん、うん、そうですね。なんだったかなと思いますけどね。うん、これはですね、猫型宇宙人みたいな。猫、う、型、ん、しようみたいな、うん、ドラえもん、ドラ、P かな、ドラえもん。いえいえいえ。猫型。ドラちゃんは、ロボ、あ、ドラちゃんはほら、宇宙人じゃない、あれ、ロボットだからね。あ、ロボットだからね。うん。そうか、そうか。なんかほらちらっと、まあそね、他の回で喋ってもらいますけど、ね、そこの売り場ではいろんなことが起きてたってことで、なんかね、そういうのが入って、はい、出現しやすい場所だったんですね。うん、そうだと思います。うん、わお、うん、面白いです、はい、あ、じゃあここで、ね、一旦お話をありがとうございましたと聞いて、ありがとうございます。もう一つの話をじゃあ次回に、はい、していただいて、ではありがとうございました、はい、ありがとうございました、